はいどうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。この動画を撮影しているのは6月7日日曜日なんですけども、この6日と7日の土曜日と日曜日にヤオプリズムホールで行われたウルトラヒーローズザライブアクロバトルクロニクルというショーを、見てきました。このベリアルと銀河が映ってるすごくかっこいいチラシをもらってきたんですけども、この、ね、6日と7日の2日間だけね、大阪でやってたっていうこと で僕はね、奇跡的になんとどっちも見に行きました。前に神戸に行った時に7日のチケットを当てたんですけども、倒れちゃった、あ、7日のチケット当てたんですけども、ちょっとね、いろいろあって6日も見に行くことができて、ね、すごく満喫してきました。というわけでね、アクロバトルっていうのがこのショーの売りなんですけども、出演する役者さんたちがね、すごい動ける方ばかりで、中にはすごいね、金メダリスト、あのアテネオリンピックの体操競技日本代表の金メダリストとかね、いろいろパフォーマーの方とかがね、その俳優として出演されてるんですけども、本当にね、すごいアクロバティックな動きをね、見せてくれて、もうテンション上がったし大興奮でした。口で説明できないんですけど、本当にあのステージがあって、こうもう本当にすごい動きなんですよね。こうフーッとみたいなね、わかりづらなかったかもしれないけど、すごい本当に人間の動きをすごい超越したアクション、もうね、そういうの生で見れてめちゃくちゃ興奮しました。いや、すごかったですね。で、もちろん役者さんだけではなくね、ウルトラマンもめちゃくちゃすごいアクションを見せてくれて、もう大満足だったんですけども、ストーリーもね、なかなか面白くて、結構過去のウルトラマンとかの設定をすごい活かしてたんで、僕たちマニアもすごいニヤッとくるような、シーンとかね、セリフが多かったです。そういうとこもね、大満足でしたね。はい。で、ここに並んでるソフビたちは、この前列は特にこうショーで大活躍したウルトラマンたちなんですけども、このショーが行われたヤオプリズムホールのすぐそばにアリオヤオっていうね、ショッピングモールがあって、で、この6日と7日の日にそのアリオヤオにまた別のウルトラマンたちがね、来たんですよ。そんでそっちでは撮影会ができて、ショーも見れたし撮影会もできたし、すごい一石二鳥だったんですね。で、この3人は土日のね、撮影会に来たウルトラマン、マックスとダイナは土曜日に来て、ガイアとネクサスが日曜日に来ました。でね、ナイスはどっちも来て、僕ね、ナイス会いたかったんでめっちゃ写真撮れて本当に嬉しかったです。でね、このビクトリーナイトはヤオプリズムホールのそのショーが始まる前になんかこう撮影会がちょっとできたんで、僕ね、ちゃんと写真撮ってきました。ちょっとお恥ずかしいですけど、こんな感じでございます。ダダン、見てください、ビクトリーナイトです。かっこいい、かっこよすぎでしょ。ちょっとね、僕がちょっと映ってる恥ずかしいんですけど、ビクトリーナイトがこんなかっこよくね、これ土曜日にビクトリーナイト来たんですけどね、日曜日はゼロが来ました。どっちもね、テンションマックスだったんですけど、ビクトリーナイトに会えたのは本当に嬉しかったです。で、まさかビクトリーナイトが本当に来ると思わなかったんで、いや、テンション上がりましたね。ビクトリーナイトの撮影会の写真がこんな感じです。はい、というわけで大行列でございます。で、ショーが終わりまして、僕はアリオヤオの撮影会の方に移動したんですけども、その時の写真とか動画をちらっとね、お見せしたいと思います。これっすね、プリズムホールね。ラキウムで、これ何やったっけ。名前は知らない。オニオンですね。ゼロです。ゼロです。おハーイン服ですね。ハトク隊ガッツ、何やったダッシュガイズ UPG ウルトラ系みたい。
何が？あ、女性系かと思ったら、そう、どうなんやろ。結構細身に。なんか、なんどうなんやろ。これは本物でございますね。貴重ですね。イケメンですね。はい、今日はね、ヤオプリズムホールで行われているウルトラヒーローズ・ザ・ライブ・アクロバトル・プリンプっていうのをね、2日連続で見に来ました。というわけで今終わったんですけども、最高ですね。これはね、アリオ・ヤオの近くにあるんですけども、今からアリオ・ヤオでウルトラマンの撮影会があるので、ネクサスですね。ネクサスのアンファンスに会いに行きたいと思います。写真撮影会はすでに締め切りとさせていただいておりますのでご了承ください。次回の写真撮影会は4時30分からウルトラマンマックスが登場します。あ、神曲、ありがとう。バイバイ。じゃあ次のお友達どうぞ。ダイナが来ております。ご一緒にお願いします。もうちょっと待っててください。という感じでね、土曜日と日曜日の映像と写真をちょっとごちゃ混ぜに
しちゃったんですけどね、雰囲気は多分伝わったかなと思います。この撮影会のすぐそばにすごいでっかいウルトラマンがね見えたでしょ。あれね、なんか子供が遊べるすごいね、なんか遊具みたいな、遊具っていうかね、遊べるとこで、すごいウルトラマンがでっかくてね、かっこよかったかっこよかったです。あのウルトラマンのとこに入ると中でね、多分ボール遊び的なことができるんじゃないかな、多分ね、そんな感じでございました。はい、というわけで改めてね、ウルトラの素晴らしさっていうのをこの年になってまた改めて、再確認することができてね、すごくいい 土日でした。はい、というわけで、一緒に行ってくれた方々ありがとうございました。お疲れ様です。はい、またね、なんかこうイベントとかがあったらぜひ、参加したいなと思いました。というわけで、ぐったぐたな感想レポート動画になりましたけども、ここら辺で終わりたいと思います。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。